ポリツェは、ポーランド北西部の西ポモージュ県にある町。シュチェチン都市圏有数の都市で、ポリツェ郡の中心都市でもある。ポメラニア湾とシュチェチン方の南岸、オーデル川沿いに位置する。ポリツェ市街は、シュチェチンの北およそ1 5トルにある。町名は、スラブ諸語で、平原を意味するポールに由来する。早い例では1243年の資料に、現在のポリツェの地名が見える。 1260年に、ポメラニア公国のバルニム一世によって、マクデブルク法が導入され、13世紀末には、地元の有力者、ドラケ家の所領となった。1321年に、オットド,ドラケが亡くなると、近くのシュテッティンの俗領となり、18世紀半ばまで、発展の機会を逸することとなった。ポリツェ市街の外れに位置する、ヤシニツァ修道院は、 宗教改革さなかの1534年に世俗化し、ポメラニア公領となった。1569年、この修道院で、ポメラニア公国を東西に分割する条約が締結された。1630年のシュテッティン条約から1720年のストックホルム条約までの間、ベーリッツはスウェーデン領ポメラニア、その後プロイセン領ポンメルンの一部であった。 1808年にシュテッティンから独立し、1815年には新設されたプロイセンのポンメルン州乱動軍に組み込まれた。1939年、同軍は廃止され、ペイリッツは大シュテッティン市に併合された。1937年、IG ファルベニインドストリーやドイツアメリカ石油会社の出資によって合成燃料工場。 ヒュードリアーベルケヘペイリッツ AG が設立された。この工場は1943年までにナチスドイツの合成燃料の15%に当たる57万7000トンを生産するまでになっていた。その労働力は関連するナチスドイツの収容所から調達された。ペイリッツにはシュトットホーフ強制収容所の支所も置かれていた。化学工場が置かれていたため、 第二次世界大戦中には連合国軍による空襲の対象となり、1943年末から続いた9トン爆弾による爆撃で、市外の70%が破壊された。ベルリンの戦いが行われていた1945年4月26日、ペイリッツの合成燃料工場はソビエト連邦の赤軍に接収された。戦後は、オーデルナイセ戦意島の旧ドイツ領が、 ポーランド領となる一方で、オーデル川西岸のペイリッツはソ連が管理する飛び地となった。ソ連のジューコフは、ペイリッツ、ツィーグエノルト、ヤゼニッツ、メッセンティン、ショルビンからなる一つの軍の新設を布告した。工場の設備をソ連に移送するため、2万5千人のドイツ人が労働力として刺激された。ペイリッツ軍は燃料工場のある地区を除いて、段階的に ポーランドに返還された。無出演地のが1946年9月7日にポリツエとヤシェニツァが9月19日にポーランドに活上された。1947年2月25日には燃料工場もポーランドの管理下に移った。亡命もしくは追放されたドイツ系の住民の代わりにポーランド東部から多くの人々が入植もしくは強制移住の形で、 やってきた。1953年にはギリシャやユーゴスラビアのマケドニアからの難民も加わった。燃料工場の建物は現在も残っているが安全が確保されていないため立ち入るのは危険である。1969年にはポーランド有数の大規模な化学工場が新たに建設された。この工場では二酸化チタンや窒素及びン系の肥料が 生産されている。1946年から1998年まで、シュチェチン県に所属していたが、1999年以降は、西ポモージュ県の一部となっている。ポメラニア湾とシュチェチン型の南岸に位置し、オーデル川が流れる。ポリツエ市街は、シュチェチンの北およそ1 5トルにある。ベンゴルニクから、タノボ、タキニア、ビエニコボを経て、 ポリツヤシェニツァニータルグニツァ川はカヤック乗りに人気がある。シチェチンカタノワルピア川河口にはオリンピアと呼ばれる小さなヨットハーバーがある。市内にある合成ガソリン工場跡は今コウモリの生息地となっている。ありがとうございます。